インドネシアのジャワ島。進化の魔法の物語はまずここから始まります。島を覆う鬱蒼とした密林、この熱帯の森が生き物たちの進化の舞台になります。森の王者、ヒョウ。ヒョウは島の食物連鎖の頂点に立つ動物です。こちらは全長2メートルにも達するミズオオトカゲ。獰猛な肉食動物ですが、ヒョウにはかないません。ジャワ島が誕生したのはおよそ1万年前。氷河期が終わり、海面が上昇して島は大陸から切り離されました。この時、たくさんの動物たちが島に取り残されたのです。野生の牛、バンテンもこの時取り残された動物です。バンテンは体長2メートル。大陸に住む同じ牛の仲間に比べ体が小さくなりました。島という限られた土地に生きるには小さい方が便利なのです。しかしオスにとっては体の大きさは未だに重要です。体が小さくてはリーダーの座をめぐる戦いに勝てません。一方が逃げ出せば勝負が決まります。こうした小競り合いを繰り返し、最も強いオスだけが群れのメスを独占し、自分の子孫を残すことができるのです。さらにヒョウから身を守るためにも大きな体は必要です。バンテンの体はさまざまな要因が絡んで今の大きさに進化したのです。大人のバンテンをヒョウが襲うことはありません。ヒョウが近づいてこないバンテンのそばはクジャクにとって安全で居心地の良い場所です。バンテンに守られた上に、足元に近寄っては飛び出してくる虫をちゃっかり食べます。そしてここなら安心して恋の相手を見つけられます。オスは見事な尾羽を打ち広げ、メスに気に入ってもらおうと頑張ります。メスが近づいてきました。オスはさらに頑張ります。ジャワ島のクジャクの羽の色は大陸のものと異なります。美しい玉虫色の羽はこの島でしか見ることができません。残念ながらメスはこのオスの羽がお気に召さなかったようです。諦めて羽を畳んでしまいました。ヒョウはジャワ島に住む生き物たちの進化に大きな影響を与えてきました。生き物たちはヒョウから身を守るために体や暮らし方を変えてきたのです。そしてジャワ島には
生き物たちの進化を促すものがもう一つあります。それはイチジクの実です。ジャワ島の森には至る所に巨大なイチジクの木がそびえ立っています。イチジクの実はヒョウよりも穏やかに、しかし確実に生き物たちの進化に影響を与えます。一本のイチジクの木が実をつけるのは一年に一度、わずか一週間ほどの間です。しかし多くの木があるため、森はほぼ一年中イチジクの実であふれています。森の生き物たちは実を食べに集まってきますが、これはイチジクの子孫を残すための作戦です。惜しみなく実を与える代わりに、生き物たちに種を遠くまで運んでもらうのです。カニ食いザルがやってきました。このサルたちはいつも食べ物を求めて森の中を移動しています。名前の通り、カニから木の実まで何でも食べますが、中でもイチジクの実は大好物です。カニ食いザルが地面におりました。イチジクの落ちた実を探しています。落ちた実は木に登れない動物たちにとって思いがけない贈り物です。サルはイチジクを探すのに夢中です。鹿に近づきすぎたようです。実があらかたなくなるまで、カニ食いザルの群れはイチジクの木の周りで過ごします。木の上にいるものから地上に暮らすものまで、イチジクの実は多くの生き物たちに食べられます。そして生き物たちはさまざまな方法で種を森の至るところに運んでいきます。イチジクは動物と密接に関わりながら、この島で最も繁栄している植物なのです。